チョコレートのシャルロットシャルロットは女性の帽子に見立てた洋菓子。パン、スポンジケーキ、またはビスケット、クッキーを型に貼り付け、その中にフルーツのピューレやカスタードなどを詰め、冷やしたものである。元来は固くなったパンを型に合わせて切って、バターに浸して型の内側に貼り付け、中にリンゴや梨などの果実を詰めて焼いた熱いシャルロットが作られていた。 アントナン・カレームが、ロシア皇帝アレクサンドル一世に仕えていた時、型の内側にビスキューやラキュエールを貼り付け、ババロアを詰めて冷やした、シャルロット・リュスを考案した。現在では主に、スポンジケーキや、ビスキューやラキュエールが使われ、中には、ホイップクリーム、イチゴやチョコレート、ババロアなどが使われ、また、それらを同じ味付けをしたゼラチンの薄い層で覆い、冷やして強するものが、 一般的である。大きな皿を帽子のつばに本体を頭の部分にして一般的にはリボンをかけてみせる。シャルロット型の内側にビスキューやラキュエールやパンを貼り付け、クリーム、ムース、ババロアやフルーツなどを詰めたもの。オンおよびレイアントルメ、評価の3種類がある。中に詰めるフィリングによって名前が変わる。シャルロットは下ごしらえが簡単なため。 多くの種類が作られてきた。シャルロットのほとんどは冷やして供されるため、暖かい季節によく好まれる。フルーツシャルロットは、フルーツピレやジャムをカスタード、または生クリームと組み合わせる。イチゴ、ラズベリー、リンゴ、梨、およびバナナなどを使う。果物を使わないタイプは、カスタードやババロアを使う。チョコレートシャルロットは、層の間にムースを使用する。 近年では、レモンバターも使用される。ポーランドのシャルロートかロシアとポーランドには、フランスのシャルロットが元になったシャルロートかという菓子がある。ロシアのシャルロートかは、シャルロット型の内側にバターを塗ったパンを貼り付け、リンゴとカスタードを詰めて焼いた菓子である。ポーランドのシャルロートかは、バターと卵、砂糖を練り込んだ小麦粉の生地でリンゴと、 カスタードクリームのフィリングを包んで焼いた菓子である。ちなみに、上記のロシア風シャルロットは、カレームがブルボン王朝の復活記念祝賀会において、使えていたロシア皇帝のため創作した菓子であり、現在のロシアではほとんど知られていない。コーヒー入りキュールを用いた品である。カスタードの料理を意味する古い英単語のチャーライトが点火したとの説が一般的だが、疑問点も多い。 15世紀頃には、シャーロットとして、広く知られる、肉料理もあった。また、ジョージ3世の王妃シャーロットから名前を取ったという説、ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテの小説、若きはエルテルの悩みの登場人物名や、同名の女性防止名から取ったとの説もある。ありがとうございます。